はい、どうも皆さんこんにちは、ベルゼバブです。ヨーヨーということで、本日はですね、こちらのベルゼバブの方4凸いたしまして、まあ軽く使ってみたんですよ。で、まあここのこの強い部分とか、まあ弱い部分とか、今までと変わった部分とか、まあそのあたりについて語っていきたいなというふうに思います。まあ右側の方に軽くまとめとこうかなっていうふうに思うんだけど、まあまずはじめに言うと、ベルゼバブメイン石もうめちゃくちゃ強いし、サブ石も面白いっていうような感じになってる。まあどちらかというと、採用するならメイン石でスピード重視みたいなね、主人公が大きく強化されるから、まああの環境とかも変わりそうかなっていうような感じでございました。それに伴って加護が片面加護とかにもなっちゃうから、技巧確定編成とかを作るのは少し慎重になった方がいいかななんていうふうにも思ったりもします。ワンターン討伐編成も大きく、ベルゼバブによって環境が変わったような印象ですねっていうのが、まあとりあえずのまとめです。はい、それじゃあ早速ベルゼバブの能力の方を見ていくんですけれども、いっぱいあります。召喚効果が敵全体に持続性20倍ダメージ、防御ダウン、弱体耐性ダウン、自分のトランスレベルに応じた追加効果。まあトランスレベルっていうのは奥義使ったら上がっていくレベルだね。で、参戦者が合体召喚を不可になりますと、うん、参戦者が合体召喚不可ですよと、うん、まあこれはたまにあるレア召喚石にあるタイプの効果ですね、マンモスとか。で、加護1にして全、全にして1、全属性攻撃力、あこれ4凸です、全属性攻撃力が 100% 上がります。またつまりどの属性でも使えるよっていうことだね。主人公のステータスが大幅アップします。バトル開始時、主人公のトランスレベルが3上昇します。最大3ということで、まあそのトランスレベルっていう要素をもう初手からも最大で使えるよっていうのがメイン装備のメリット。うん、まあ主人公のステータス大幅アップってところもすごい強いですね。サブ装備時効果が、主人公が奥義発動時トランスレベルが1上昇。主人公が奥義発動した際に主人公のトランスレベルが上がるから、まあ他のキャラクターが奥義言っても仕方ないので、まあ主人公が奥義重ねられると優秀だよねっていうようなアビリティ。だからまあクリュサオルのデュアルアーツとか例えばだけど、したら2上がるよね。うん。っていう感じですかね。トランスレベルに応じて主人公の連撃率が上がりますと。で、レベル3の時にこちらもステータスが大幅アップする。で、まあトランスレベルが初手0だから、サブ装備時効果は、まああのちょっと長期戦寄りになるかな。長期戦で奥義を3回打った時にこの効果が、あのステータス大幅アップっていう効果が発動するから、まあ結構イメージ的には遅いですよね。奥義3回打つので大体10ターン目ぐらいになるから、イメージ的にはだけど、まあよっぽどこうなんかゴリゴリにしっかりした編成でない限りは、まあ大体そんぐらいはかかると、まあ、僕は思ってるんですけれども、まあ何にせよ普通にフルオート、例えばランバージャックじゃねえや、レリックバスターとか、まあこういったジョブでフルオートをしたら大体10ターン目ぐらいにトランスレベルが3になるから、まあサブ装備時は遅めだね。うん、逆にメイン装備時の時の効果ってすげえ強くて、じゃあ例えばちょっと比較してみようか。まあこの編成、まあ僕これたまによう使、たまに使ってるかもしれない、まあさっき急増で作ったんで全然たまには使ってない嘘ついた編成なんですけれども、まあこれを例に見てみましょう。で、これが今までハデス使った状態、この編成で叩いてみると、だいたいダメージ的には、主人公のダメージ、1アビ使った際の主人公のダメージって、だいたい120〜130万かな。どんだけ頑張っても。ちょっとデバフ入れようか。まあ、これでデバフ入れたとして、どんだけ頑張っても、まあ、120〜130万っていうイメージかな。うん、こんぐらいのダメージ。こんぐらいのダメージが、まあ、高いよねって感じだよね。そう。だからレリックバスターって、まあ、この通常攻撃、この超火力な通常攻撃が魅力的な部分で、フルオートでもよく採用されてる理由としては、まあ、通常攻撃のパワーが高いよねっていうところが、その、レリバの採用理由だったんですけど、まあ、ここからさらに、ベルゼバブを採用した時に、ダメージ上限が 20% 上がるんですよ。これマジで強いですね。ダメ上限がまず 20% 上がる、まあ、あと攻撃力もとんでもなく上がって、そう、まあハイパワー、主人公がめちゃくちゃ強くなりますね。さっき130万だったよね。いくよ、ほら
150万ということで、主人公のパワーが大きく上がるなっていうような印象ですね。で、召喚効果ももちろん強いんだけど、全属性攻撃力 100% アップってことはあって、他のキャラクターも火力こそ落ちるものの、まあそこそこパワー自体は出せるんですよね。だからまあほらこうやって見てもらえればわかるんだけど、他のキャラクターもパワー自体はまあそこそこ出せるっていうことも相まって、まあメイン装備でフルオート、メイン装備してこうやってレリックバスターとか、例えば主人公が火力出るジョブ、モンクとかだよね、そういったジョブでフルオートをするっていう可能性は今後全然ありえるなっていうふうに思いました。めちゃくちゃパワー高いっすね。だから95ヘルとかベルゼバブメインとかも全然あり得る形なんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、主人公のパワーを大きく上げる石だなっていうような感じで、これをさらに引いては、まあ、特化した編成がまあ今話題ですね。まあ、これはあの僕の考えじゃなくて、ツイッターとかでバズってた編成なんだけど、名前なんだっけ、タイムオンターゲット編成ですね。あの新しいお肉集めの形だよっていうことで、ベルゼバブ召喚プラスタイムオンターゲットっていう形で2000、この肉を倒す編成もあるみたい。ちょっとね、俺まだ装備整ってなくてできてないんだけど、動きとしては、まあ、こんな感じでまず召喚するじゃん。召喚してそしたら召喚効果もクソ強いんだよね。召喚効果が、防御がめちゃくちゃ下がって、ね、弱体耐性もクソ下がって、で、この効果、防御力が大幅に減少し、被ダメージが大幅に上昇するよっていう、まあいろいろと負荷効果を付与できるっていう召喚効果なんだよね。で、召喚した際のダメージもとんでもなくて、2200万のボスが HP1 召喚だけで 57% になるんですよ。めちゃくちゃ削れるんだよね。で、これに加えて、まあフルオート、フルオートをオンにした際のタイムオンターゲットで敵をしばくよっていう編成。ちょっとね、上限足りないんだけど、まあ俺はまだ装備が整ってないだけです。で、これを高速でやったら、強いんじゃないっていう、こうやってこれで終わりっていう風になったら早いんじゃないってことで、まあ、今ちょっと次の、 闇百合古戦場ではこの編成がもう引いてはまあ、この編成がもしクソ早いと、もう異常に早い、とんでもなく早い、最速ですっていうことになったら、全属性これになるかもしれないね。全属性ベルゼバブ召喚プラスタイムオンターゲット、だってキャラクター何でもいいもんね、これね。キャラクターはマジで何でもよくて、銃得意、弓銃得意であれば誰でもよくて、でそこから、まあ装備で火力を持って、アビダメ系統、アビヨダメ系統を持ってぶん殴ればいいだけだから、どの属性でもこの動きができる未来はありえますよね。で、僕の今回の場合なんだけど、ダメージが残り 2%、 残り 2% 足りないような状況になってるんだけど、まあどういう、あとはあれかね、いけるのはペイン&ストレイン4突して、この神髄スキル、ダメ上限上昇っていうのを持ったら、今現在のダメ上限アップが 17% なんで俺。だからここで、ペイン&ストレインを4突したら、まあワンチャン届くかなっていうところが一つと、あとオメガ銃ですね、オメガ銃のトリアを使って、この闇の子のシガってやつを抜く。でこれが、闇属性のキャラ光属性に対して4ダメアップ、これ 23% なんだけど、トリアが 25% だっけぐらいになるんですよね。ちょっと4ダメ高いんですよ。だから、まあ、闇の子のシガをオメガ銃のトリアに変えてペイン&ストリーン4突してってやれば、まあ、2% ぐらいであれば余裕で飛ばせるかなっていうような感じになってますね。まあ、何にせよ、この形は今話題になっている。ベルゼバブ召喚プラスタイムオンターゲットっていう動き。で、まあ、あんまり言われてない気がするけど、まあ、結構短期的なフルオートっていう面でも、ベルゼバブはすげえ優秀だなと思ってて、まあ、主人公のパワーが上がるっていうのはすげえ強いなって思った部分でございました。はい。で、そこからさらに先。じゃあ、環境がどう変わるかっていう話だよね。環境がどう変わるかっていう話なんだけど、俺の意見としては、まあ、加護が乗る武器はちょっと考えることになるかなっていうふうに思いました。闇属性で言うと具体的には、バブエル・マンデブですね。バブエル・マンデブ。あと、まあ、剣種系統。まあ、これはあんまり無課金武器だから関係ねえけど、まあ、マジェスタスとかの剣種武器に関しては、またちょっと、議論の余地が出てくるかなっていうところ。あと、呪色の外装。これ、フェディエルの武器ですね。このフェディエルの武器、ギレンスキル持ってんだけど、ギレン系統も、まあ、一向の余地あり。
一度考える余地があるかなっていうような感じです。はい、まあ、まず一つ目、バブエルマンデブ、これに関してはまあ簡単ですね。片面カゴが片面になっちゃうんですよね。と紙石系統のあのカゴが乗らなくなっちゃうんで、クリティカル確定編成とかを考えるとまああんまり美味しみがなくなっちゃうよね。両面だったら 48% 47% ぐらいだよね、あの技巧の確率。まあ、そんぐらいあれば、まあ、全然問題ないんだけど、片面になっちゃうと途端にそのカゴ効果が半分になっちゃうわけですから、まあ、あんまり、あの、旨味がちょっと落ちるよな、バブエルマンデブの。ってことで、クリティカル確定編成とかが今後、まあ、ベルゼバブメインをすると考えると少し組みづらくなるってところで評価が難しくなる。まあ、あの、強いボスですよね。例えば、めちゃくちゃ攻撃痛いですよとか、古戦場の150ヘルとかね、めちゃくちゃ痛いです。もう、あの、ベルゼバブメインなんでとんでもない。みたいな敵にはもうバブエルマンデブ採用は全然あるんだけど、まあ短期的な95ヘルとか古戦場お肉集めとか、まあもうちょっと前のやつだったらそうですね、あのワンターン討伐系統もベルゼバブ召喚プラスアルファとかにしたりとか、主人公タイムオンターゲットのみとか、まあ、見てもらったら分かるようにタイムオンターゲットのみでもまあそこそこのパワーが出るようになったんで、ワンターン討伐系編成で両面ハデスで、クリティカル確定編成だよみたいな動き方をする未来がちょっと減ったような気もしなくもない。うん、なのでまあバブエルマンデブ的には少し向かい風になったのかなーなんていうような印象を受けてる。ちょっとタイムオンターゲットだけ打ってみていい？どんぐらいダメ出るかな。1000万は出ますね。まあ1000万ってなると割とこう許容ラインと言いますか、もういいダメ出てるから1000万の敵なんてまあなかなかいいしな。うん、ここら辺考えるとまあ割とこうクリティカル確定、両面派です、クリティカル確定、ワンターン討伐編成とかは少し向かい、まあそうしなくても倒せる敵は増えそうな予感はしましたね。うん。で、その2、呪職の外装というか、ギレンスキル系統ですね。ギレンスキル系統に関しては、まあこのギレンっていうのが奈落スキルがついてるから、これもカゴが乗らなくなりますね。アビリティダメージ上限アップとアビリティの余ダメアップっていう風になってるんだけど、まあここら辺のカゴが落ちるってこともあって、まあ相対的に効果が下がる。両面と比べると片面で効果が下がっちゃう。逆に上がってくるのがこのアゴナイズってやつだね。このアゴナイズってやつは妙義スキルなんだけど、カゴが乗らないんですよね、最初から。最初からカゴが乗らずにアビリティの余ダメアップっていうのがなってるから、普遍でパワーを上げられるっていう意味でアゴナイズは、まあ、あの、逆に相対的に評価が上がったような気がしなくもないです。ただ、まあ、呪職の外装は片面カゴでも割かし優秀で、アビダメ上限 13% ぐらい上がったかな。アビダメ上限 13%、アビリティ余ダメ62500かね。となると、まあ、アビダメ上限 10% 上がって元ダメ100万のアビリティが出てたとしたら、まあこのアビダメ上限出てれば10万伸びて、アビダメ上限で10万伸びて、アビヨダメで6万2000伸びるから、まあそこら辺考えると、まああの複合的に見たら、まあどっちがいいかは諸説というか、まあアビリティの攻撃回数によるかなって感じだと思うんだけど、うん、何にせよね、まああのあれですわ、まあ何にせよカゴが、両面カゴが乗ってた時より効果は落ちるよっていうのは、ギレン系の問題になってるかね。まあ逆に、カゴが関係ない武器スキルは評価は上がる、より上がるような気がする。まあ元々あったアゴナイズとかもそうだし、カゴが乗らないといえばペイン&ストレインとかもそうだよね。こちらの方も余ダメージアップっていう形で完全にカゴが乗らない武器スキルなので評価は上がるような気はする。うん、まあ、フルオート運用のベルゼバブのね、ベルゼバブフルオート運用の話をすると、あの、問題点が一つあって、あの、やっぱ、HP がないんですよね。守護スキルも落ちる。守護スキルも半分になるんで、HP が超落ちるんだよ。まあ、これはもう極論すぎるんだけど、例えば、まあ、あの、このタイムオンターゲット編成とか、HP が1万3000とか1万4000とかになっちゃうんだよね。さっきの紙石編成の方も、あの、フルオート用この紙石編成適当に組んだやつなんだけど、まあこの紙石編成も HP 3万ぐらいだったよね。3万2万5千3万、ちょっとまあ HP 的には低めになっちゃうんで、体が爆発しやすいですよね。うん、
だから、まあ、やっぱ短期戦以外だったら、まあ、こういう派手派手耐久力を盛れるよっていう構成に なる方が多いと思います。で他にもマジェスタスとかの剣手スキルの効果量も落ちちゃうんですよね。やっぱり片面になっちゃうから。だから、まあ、剣手とかを生かしたいってなると、まあ、やっぱり両面に戻ってくるから、まあ、そうなってくると技巧確定の価値も上がるしっていうような感じかね。まあ、両面にするとこうやってね HP が単純に1万から、まあ、5000から1万ほど上がるっていうこともあって、まあ、やっぱり、長期戦で見ていくと、強い敵に対しては両面ハデスはまだまだ現役になると思いますが、まあ、何せベルゼバブは新しい一石を投じたかなっていう、ケイオスレギオンという名の一石を投じたかなっていう感じですかね。はい、まあ、武器環境としてはそんな感じがね。加護が乗らない武器は相変わらず普遍で強いんだけど、加護をゴリゴリに乗るのが大前提だよって動きをしているような武器はちょっとまあ、なんかゆとりがある時にしか作んない方がいいかもしれねえななんていう風にも思ったり、うん、でまあもうすでにね頭いい人たちが新環境の研究をしていて、ベルゼバブ召喚プラスタイムオンターゲットみたいな、まあ、そんな動きをしていったりするのもまあ面白いよねみたいな感じで編成を組んでて面白そうだななんていう風に思いました。はい、まあ主人公が強い、まあ主人公を大幅強化するっていうことも相まって主人公のパワーを上げるよ、主人公がダメージを出せるよっていうジョブはなんか価値としては上がった気がしてて、俺の中ではまあこれなんかもう一個言いときたいんだけど、俺の中ですげえ価値が上がるかなっていうふうに思ったのはメイン石ベルゼバブの銃レリバですね。銃採用型のレリックバスター、どういうことかっていうと、今までの銃レリバって単発攻撃だったんですよ。必ず単発攻撃だったんだけど、ベルゼバブ採用するとメイン召喚石効果で主人公のトランスレベルが3になってるんですよ。でこの主人公のステータス大幅アップって最低でも DA 確定、トリプルアタックもそこそこ出るよっていう感じになってるから、例えば銃レリバの場合ってまず1アビ撃った時に連撃しやすいのに加えてターン終了時にダメージが発生するんですよ。でそのダメージも伸びるようになってるから、ほら120-30万プラス240万っていうような感じになるんだよね。今までってその剣レリバって主人公のダメージが安定して130万ぐらい出るよっていうのが魅力的な部分だったと思うんだけど、まあ、ベルゼバブ採用しても、まあ、150万トリプルアタック、もちろんそれも強いんだけどね、銃レリバの場合は連撃部分のフォローもできながらもかつダメージが伸びて浴びダメも出て浴びダメのダメージも伸びるみたいな感じになってるから、まあ僕の意見だけど、まあ、短期戦特化のベルゼバブ採用型フルオートとかだったら銃レリバの価値は前よりも上がったのかななんていう風には思ってますね。はい、そんなところかな、まあ、ベルゼバブに関しては。まあ、短期はかなり革命起きたんじゃないでしょうか。まあ、タイムオンターゲット編成もね、アビ上限盛りすぎると減衰出なかったんだけど、今まで。まあ、こんな感じでアビリティダメージ上限をこう、93% 盛りました。なんか、火力武器スキル、ね、このフォールンソード1本ですみたいな。まあ、そんな、こんな編成したらね、全然減衰出なかったんだけど、ベルゼバブって装備効果で自分のステータス大幅アップで火力も大きく上げるから、うん。タイムオンターゲットの減衰も出やすくなったし、まあ、オメガ武器も来たしで超変わったね、まあ、パワーは上がったわ。はい、まあ、ずっとなんかループしそうなのでこんぐらいにしときます。まあ、バブさんの感想としてはそんな感じでした。皆さんもね、下にご意見あったら下のコメント欄に書いてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。